選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。夜が更けました。発言ターンに入ります。9番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。霊能者です。霊能者。まあ、一画するか分かんないけど、一画した前提で話しますね。村に行っておきます。一番、村にのない行動は僕、投票放棄だと思ってます。釣りなしを起こすことが陣返りになるんで、絶対に釣りなしを起こさないように、投票放棄やめてください。奇数盤面で投票放棄しなければ絶対釣りが起こります。なんか3人同票とかになった場合、一画、まあ自分が一画したら、9番の票に合わせてほしいし、占い師が一画したら占い師の票に合わせてほしいっていうところかな。まあ、それだけですね。まあ、占い師の決め打ちがすごく重要になってくると思うんで、僕の対抗が出ても霊能に方法を触れなくていいと思っています。うん、以上です。1番のプレイヤーが発言します。はい、一度マイナスなデュオ、村人ジニーです。よろしくお願いいたします。まあ、9番、霊能師をしておりますが、あんま神っぽくないなって思った理由が2点ほどありまして、9番その位置で一角した場合、私の指定する位置に入れてくださいって言ってるけど、9番って所定位置で出てきちゃった霊能者だから、それって危うくないと思ってるから、その占い一角の上で占い師が落としたいとこ落とすのわかるんだけど、9番視点って多分おそらく情報更新がかなりある位置だから、後半の位置で。そこで指定した上で、なんかリスキーなことするなって思ってるかな。その場合って騎士とか出して、その騎士が後半位置にいた場合お願いするとか、そういった進行を取ればいいのに、なんか安易に私の釣り位置に合わせてくださいっていうのが神っぽくない。また初定位置だった場合って別に潜伏してさ、進路とか構えた時に強振出てきちゃった場合って、9番盤面固定させた上で、2周目で霊能使用したら3周目だから強くないって私思うから、もうその位置でも霊能だったら潜伏するべきじゃないっていう、初手でも出ますよっていう進行路を持ち合わせてるならいいんだけど、その説明がなかったから9番も深刻ないなって思ってます。以上です。2番のプレイヤーが発言します。自分も1番さんと同じ意見なんで、自分も潜伏が強いと思ってるタッチなんで、9番さんってその全人外露出狙ってないから、もしかしたら9番さん狼で強靭にもアピールして進路とか狙ってる可能性もあると思う。多分、狂人って多分、球がローで出てる懸念もすると思うから、様子見てくると、俺は思ってんだよね。だから、一番さんって球を叩く視点を自分と同じなんで、あんまり一番さん狼じゃないんじゃないかなと思ってる。あと、変な動きはしてほしくない。二周目に占い師に出て、騎士すらとか、村すらとか、もう変な、村側が変な動きした時点でもう、100% 俺は勝てないと思ってるから、絶対そういう動きだけはやめてほしいかなって思います。以上です。3番のプレイヤーが発言します。はい、おはよう。占い師で録画しろね。占い師で録画しろ。そうね、ちょっと1位が早口すぎて僕何言ってるか分かんなかったのね。そうだから、2番も同じように何言ってるか分かんなかったの。うん、だからちょっとその別なこと言ってほしいかなって思ったんだけど、まあ無理やりなんか、1の考察は落とせない。何言ってるか分かんなかったから。うん、2番の考察無理やり落とすんだったら、まあ、それ本心で言ってるんだったら村側の感情なんじゃないかと思ってて、やっぱね、濁るじゃない。その意味がわからない行動ってね。そう。それが本心で言ってるんだったら村側の感情ではあるなって思った。そう。9番はとりあえず対抗出てからでいいと思ってるから、うん、時間ないし。はい。4番のプレイヤーが発言します。はい。2番の言っていたよくわからない行動を濁るっていう3番の視点ってあったっけって思ってるんだけど。うん、俺1はいいと思ったんだけど、2番ってなんだろう、深読みすぎなのか叩こうとしてるのかよく分からんけど、別に9番ってこんな強人に対して出てくんなアピールとかそういう発言には聞こえなかったと思ってんだけど、深読みすぎじゃねって若干気になったぐらいかな。
まあ、別に潜伏の方が強いのは同意なんだけどもって感じかな。はい。で、3番が2番の何を汲み取ったんだってレベル俺ちょっと分かんなかったから。はい。現状2、3気になっております。単体でって感じだけど、以上っすね。5番のプレイヤーが発言します。はい、占い7白、占い7番白ね。はい。4番って1番がまともに見えるの。1番って9番におかしな叩きしてるよ、少なくとも。9番視点で、釣り先、投票合わせてくださいっていうのは決選投票になった時の話でしょ、うん、決選投票やったらもう投票になって決選になった場合は、もう自分に一角した場合は合わせてくださいって話での、1番でそこ吐き違えて9番殴ってるから、おかしなこと言ってるんやけど。だから1番の9の偽要素っていうのは不当。で、まあその1番、不当な理由で9番殴ってる1番をいい、結局9番殴ってるだからいいって言ってる2番もはっきり言って意味わからんよね。意味わからないです。はい。で、4番は1に比べた時に1番はまともなことが言っている。ここが1番意味わからんなと思ってます。はい。ただまあ3番の触れ方から言ったら1番評価してる2番の評価対象者1、3、ローはあるかもしれないなと思ってます。6番。のプレイヤーが発言します。いや俺もめちゃくちゃ同じことを思ってたんだけど、まあ正直わかんないっす。正直わからんが5番の意見はよくわかると思っていて、でなんか4番はね、なんか3番のことを組み取る、なんかその組み取り方ならなんかもっと組み取れたんじゃないかなって。多分3番ってあれでしょ、2番が純粋に、まあ、村スラとかそういうのやめてねっていうところが、なんか村本心で言ってるのは村感情に聞こえたみたいな、なんかそういうところを組み取ろうとしてたんでしょ。でもなんかどう組み取りたいんかみたいな、ちょっとごめんね、言葉がちょっともう寝る時間かな俺は。寝るはもう12時、11時か。寝る時間かもしれんけどさ。まあ、ただ、まあ、ただってところかな。そういう感じ。6釣りてえかな。7番のプレイヤーが発言します。36人の4強かな。はい、お願いします。率直に感じたのは、3番ってそんなシーン薄いなぐらいに感じちゃったかな。何の産業と1、2の言ってることを汲み取ろうとしてるのは分かるんだけれども、それを汲み取れずに、なんか、村感情だったら、他の精査どうしたのって、なんか細かくなんでちゃんと精査しに行こうとしないのかなっていう、そこの見え方がちょっとシーンにあんまり見えなかったかなっていうのが今の正直な印象。で、4番、なんだっけな、泣かしたのような、気になったけど、忘れちゃった。忘れちゃったけど、まあいいや。現状、正直5の方が占い師の精査は占め高いかなって感じかな。1、2、5死んでおいた場合、3黒軸。ディオさん、潜伏占いで出ろ。いや、1、2だったらあまりに露骨に触れすぎてるんだよなっていうふうにも感じるから、先に4とか6の方があるんじゃないのっていうふうに思っちゃってるぐらいかな。ありそうだけどね。占い師で多くさい。はい。まあ、なんか9番の新規すげえずっとやってんなーと思ってたかな。1番ぐらいはまあ触れて、で、2番がそれにすごい同調して、3、4を狙ってないからとかさ、人外手法はっていうことでしょ、まあ、さ、出てるんだか仕方なくねって思ってるから、そこじゃないと思うからな、9番さんの叩きって。要するにさ、9番さんって出たときって、まあ、1番が言ったのって、後半の騎士に任せてもいいんじゃないって、9番の時点って方針って相当きついでしょって話じゃないの。そういうところに芯がないって言ってると思ってて、ちょっと違うと思うんだよな、着目してるところが。で、3と5ね、しんどいなと思うよ、これ。例えば、5番が芯、だった時って、まあ、3番16、1って言ってるけど、3番ってもっぱら聞いてないからね、1番と2番の話をほぼほぼ、全然言ってわかんねえって言ってるから。1、3ってやつあるのかなってところかな。はい。はい、以上。9番のプレイヤーが発言します。うわぁ、日陣形か。お。じゃあ5番が霊能、8番が騎士ですね。僕ね、結構5番死んだと思ってたんですけどね。そうなんだ。これはね、3死んなのか。まあ、ありがたいっちゃありがたいかな。
ただもう5番のローメがあるとか全くわからないんで、いやこれめんどくさいな。まあ俺のね、心霊の目線で言えば、グレー釣りが強いと思うけど、全然5からでもいいと思ってるから、5から行く場合は村目線は俺まで釣り切るって話なんだろうけど、この現状ね。5番ってさ、まあこれあんまり俺霊の、まあこれ 1,2 番目だから言うけど、5番って心霊能を持っておきながら9番のことを不当に叩いた1番に対して叩いて9番を間接的に助けてるっていうのが本当にあの心霊能でするかどうかっていうのを考えたら俺の心決め打てると思うんだけど、うん、まあこれ多分でも無理だろうな。1番とか全く話聞いてないからね。俺が一画して釣り位置指定するなんて一言も言ってないから、あの5、6の言ってる通りなんだ。心象が俺5、6めっちゃいいなって思ってたけど、まあ5番が偽なんですよね。5番が人外でめっちゃ利がないことしてるから何か分かんないですね。狂人か狼か。1番のプレイヤーが発言します。ね、この現状があったら9番視点って5番狼に見えんじゃない。5番って若干なり、8番がちょっと懸念事項はしてたかもしれないけど、5番真に見えますって発言が6番7番から、まあ6番は言ってなかったけど7番が言い切っちゃってるし、6番5番の方がいいなっていう意見があったわけだから、シンメトリーに来た狼って見える視点だと私は思うけどね。強靭でスライドする意味があんまりないと思ってるから、7番が白いかなって思う理由は占い性質をしっかりつけたところかな。まあ言うのであれば強靭っぽい動きもしてると思う。確かに5番から一旦白をもらっておいて3番叩くって構図は強靭目には見えるけど、ただまあ理屈としては3番の精査はそのなんかツッコミからして考えて、まあ特に違和感はなかったから、まあ現状位置2番と7番ぐらいかな白位置って私現状思ってるんですよ。あれ3手6白だってるよね。はい、だから9番偽決め打ってグレー詰めで4番いけないかなって私思ってるんですよね。5番新決め打ちで、で2番白い理由っていうのはこれ3番も拾ってたんだけど、その村が変なことすると濁るから、そればかりは村が絶対勝てないっていう思考に関しては若干村感情拾ってるんですよ。ただ2番精査が変わるかもしれないよ。現状地拾えた一瞬の発言2番って、あちょっと村っぽいなっていう視点と、7番の精査の付け方が狼っぽくなかったから、まあ、情報釣りっていうんだったら5番が7白打っちゃった以上7釣りの方がいいのかもしれないけど、7番は別にそこで狼っぽくなかったから4番詰めかなっていう消去法になっちゃうかな。まあ、5番が7つって色見たいっていうんだったら別に7行くけど、俺は4番の方が狼かなって現状思っちゃうかな。あこれも消去法精査でしかないよ。はい、だから9番って特にグレー精査もしないと私思ってるから、案外9番の狼とかあるんじゃないって私思ってますかね。どっかに狂人いて、はい、9は明日釣ってグレー詰めどうですか。僕は4番ですね。申し訳ないです。消去法で2番のプレイヤーが発言。いや俺正直3、6で追ってたからまあびっくりなんだけど、ね、俺はちょっと3番さんって1回しか占いできないから占い値狭めたいと思ってて、まず9ロージクは1ないと思うよね。まず1番さんって9叩いてるし、5も1を釣ろうとしてるんで、両目線、あの、霊能に狼がいた時の話ね、1はないと思ってる。だから俺、あの、霊能精査ちょっと難しいのは、5番さんが1釣り寄すのがちょっと俺にはわかんなくて、俺白置きは、いいと思うよ。俺が9一番叩いてるから。ただ1も9叩いてるから、1と2って除外していいと思うんだけどね。ただ5が真って言い張るなら4、9って見えなかった？俺が9のローもあるよって言った時に4番って2釣ろうとしてるから、5番目線って1よりも4の方が怪しくなかった。で、4番さんのおかしいとこは3に人狼追ったんだけど、俺は潜伏の方が強いって言ってるのに3が2、3人狼で3が1周目に出ると思うの4番さん。だから俺は今日4釣りたいかな。で5番さんと9番さんはちょっと明日決め打ちになるから頑張ってよ。俺占い近くさせるのもあんま強いと思ってないから、しかも1釣り押しがちょっと違和感、5番がローであったら4釣り押しで良くないか。だからちょっと霊能神経は明日でいいと思う。5番さんの今日2周目聞けるから俺は4釣りが一番いいと思うよ。3番のプレイヤーが発言します。いやーこれちょっと後付けというか、多分ね5番スライドするだろうなって思ってたんだよ。そうなんかなんだろうな、
その、いや、芯を取りに来てないって言ったら、ちょっとね、多分僕視点でしか分かんないんだろうけど、芯を取りに来てなかったのよ、5番って。あと、7白が、多分スライドするんだろうなって思ってたんで、5番って。そう。なんか、多分おそらく左に白打ちたいんだろうなって思ってて、で、6が白だから7に白打ったんだろうなっていう、そんな感じで、だから5がスライドするのかなっていうのが、なんとなく分かってたんだよね。そう。で、進行的には、ちょっとごめん、8番ごめんけど、進行決めさせてほしい。グレー行く。うん。で、1番以外から行きたいな、僕。2、4、7から行きたいと思ってて。ね、なんでかって、まあ、これ1と同じなんだけど、僕も5進決め打ちでいいと思ってるのね。そう。だから、あ、じゃあ僕が、黒見つけられなかった場合でも、まあ、9に投票すればいいかなと思ってる。あとは、まあ、ね、噛まれるだろうから、グレーで、そう。そうね。ちょっとごめんね。1の白、あんま拾ってないけど、でも進行だけ、進行的には白いと思ってるの、1の進行がね。僕も5番死んでと思ってるから、だから、とりあえず今日2、4、7からグレーに投票したいなって思ってる。僕は7がいいんじゃないかなって勝手に思ってるけど、まあまあ、うん、そう。8番、グレー、誰、うん、別になんか決めていいグレーだったら、うん。とりあえず進行的にはグレー行きたい。個人的にはね。合心決め打ちで。4番のプレイヤー。いや、危ないよ、合心決め打ちの。だいぶ怪しまれてんだけど、霊能から行くべきじゃないのこれ。全く5番の偽っていうつもりないけど、9番の偽決めてる要素って何もないと思うんだけど。しかもグレーから行くんだったら7番筆頭だと思ってるんだけど。盤面的にね、発言等のコーナーじゃなくて。で、2番で聞きたいのはさ、1周目9番のローってさ、そのローを追った道の子の2、3ローを追ってるって言うけど、一言も2、3ローって言ってなくて、単体でそれぞれ気になる要素がありますって説明しただけで、1周目で、じゃあ2番手9番の黒要素拾ったにもかかわらず、2周目9番の黒要素弾いた要素何？霊能の黒を追うんだったらどう考えても霊能からじゃねえの？仮に4球っていう発言があったけど、4球目だとしても絶対じゃあ9番から落としておくべきじゃないのって思うんだけど。霊能黒追ってる視点があったにもかかわらずグレーに行く2番の視点がマジでわからんよ。ただ盤面的にグレーするなら7しかないと思ってるけど、ただ俺は霊能入れます。霊能決め打ちなんて無理だと思ってるけど、うーん、裏の思考が全く理解できん。はあ、お腹空いてきた。別に村が9番の方が偽っぽいって言うんだったら9番からいいと思っても完遂するべきだと思ってますけど。はあ、4を占い師に取っとくか、4強人ないな、はい、自分は霊能投票します。5番のプレイヤーが発言します。はい、グレーでいいんで釣り先指定していいですか。2番殺したいと思います。2番が1番に言った要素4球見えないですか。はい、1番は4球見てました。はい、消去法やけど4球見てました。はい、でさらに5番に対し、5番に対してもなんか3、1とか言うとか言うてるけど、いや、そんな知らんや。でも9番も9番で同じこと言うやん。同じことじゃないな。9番は5が真やったら、9番を釣りをしてる1番を殴らないだろう。何を言ってるの、うん、?1 がロー、9が強靭の時って1番って9が真かどうかなんてわからんやから。じゃあ1番視点で言ってることがおかしい場合、殴りがおかしいんやから、それ叩くの普通でしょ。何を言ってんやろと思ってます。9番は。たま2周目の1番はまあ良かったんじゃないですかと思ってます。はい。で、2番のその殴りが不当やと思うんで、2番殺したいなと思ってます。はい。で、さらに言うならば3番さんは4番占いでいいんじゃないですかと思ってます。4番して盤面で7番冷たい。うん。で、霊能の審議なんてできないだろう。そらそらじゃなくて4番さん一つも発言内容の精査しないから。うん。そりゃ何もできないでしょうって思ってます。発言内容を精査してから喋ったらどうですか？はい。うん。7が村やったら5が勝手に7に白打って巻き込まれ事故ですよ、それ。分かってます？はい。以上。6番のプレイヤーが発言します。俺ね、まあちょっとヘイト買うかもしんないけど、俺、イチゴオオカミに今日やと思うんすよね。これはね、いろいろとロジックがあるんですよ。僕、隠し色なんで、
ちょっとあえて伏せます。これちょっと悪用される可能性があるんで、僕のこの論を言うと。だから、3番には一番占ってほしいっす。やっぱりその、これね、確証があるんで、僕はあの一番占ってほしい、3番には。で、僕はあの5番狼だと思ってるんで、別に9番からでも5番からでもいいんですよ。だって、ほぼ勝ちやと思ってます。ああ、これ言いたいな、このロジックを。ロジック言うとね、ダメなんですよ。ロジック言うと悪用されちゃうんで言えないんですけど、だから僕4番も7番も村やと思ってて、1番、2番、5番、ここやと思ってるんで。まあちょっと本当にちょっとやばい6番さんのその思考がないと、僕も考察できませんと。そう言われた場合だけ口を開くことはあるかもしれないんですけど、8番にターンもあるんで、グレーから行くんやったら、ちょっと1番、色、みたいな。あ、まあ、霊能からやったらちょっと5番から行かせてもらいます。7番のプレイヤーが発言します。お願いします。うん、個人的には、まあ、5級の精査だったら、まあ、9の方が2戦目は高いのかなっていうふうに感じてるっていう部分はあるんだけれども、個人的に、今一元社員の4かな。ロジックス、理路整然として盤面上のことしか言ってないし、5番も言ってたけど、中身の発言の精査は一切しようとしないんだよね。その時点で別に人外探そうっていう視線は見えないから、それだったら4の方が高いんじゃないのっていうふうに感じてる。で、1、2の精査に関してなんだけど、ここ2人、5級にどっちかに、ローがいた場合、こう相方軸一番めちゃくちゃ高いんじゃないのっていうふうに感じてるから、その場合って、1と2精査したら1より2の方が、黒軸高いんじゃないのかなっていうふうな印象は受けてるかな。もしここが、新境だった場合、5級が新境だった場合は、2、4とかの方が一番線が一番濃いんじゃないのかなっていうふうに思う。1、2ローローだった場合に対しては8番のプレイヤーが発言します。めっちゃ気になるやん。1、2ローローだった時って何やそれ。絶対間違えたでしょ。まあいいや、はい。どうしようかな。あ、もうね、じゃあこうするわ。あ、もうさ、わかった。じゃあもういいよ、乱してしないから、あえてね、グレ詰めて、はい。じゃあ、ね、3番さん、ただ一つだけ言うよ。合計の精査で5番進確定って言うんだったらいいけど、これ間違えた時めっちゃ言われるぜ。気をつけな。うん、だから確証ある。だからいいんだけど、それは任せるわ。うん、めっちゃ責任重いと思うよ、3番さん。そうなると、うん、頑張ってね。うん、だから俺くたばって見てるから、はい。全然状態ないと思います。グレーで詰めていいと思います。まあ、4番さん言うのであれば、なんか話すごい当たってるけど、4番さんのその思考の話でいくんだったら、1番さんって結構評価高いんじゃないかなと思ったのが一つかな。単純に1番さんって単純に、消去法じゃなくて盤面の話でいくんだったら7番だよってあげてて、ただそうじゃなくて7番別に黒い要素がないから現状だから、消去法で4番じゃないのっていうふうに言ってたんじゃなかったかな。これに関しては消去法だと思ったかな。はい。その辺違うと思うから、だから結構1番さんとその霊能の話とは別として、グレーを詰めたいのは1番さん。はい、4番さんは霊能を審議してないから、霊能ただ冷たい派だと思ってるから、そこ以外に関しては、割と1番さんと似てる思考だと思いますよ。はい。別に俺4番さん立てるわけじゃなくて、そう感じたよ。はい。はい。そんなところかな。うん。で、なんか結構あれだね。7番さんとの顔はちょっと違うんだね。1番さん、2番さんの黒軸だったら、7番さん、2番さん派なんだね。って感じかな。はい。以上かな。全プレイヤーの発言が終了しました。俺を選ぶなんて悪い子だな。終了しました。追放されるプレイヤーは4番の遺言を発表してください。5番4言ってるやん。9は9、7か。夜が更けました。人狼に気をつけてください。5、4じゃねえかなと思うんだけどね、俺。
夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。8番、9番のプレイヤーが発言します。はい、4白でした、4白。57ローローかなと思ってますね。6番に来た1号ローローが見えるっていうのは分かるんですけど、1番の発言で9番に対して、まあ、グレー、精査していなかったから見せ、1番って5番、9番目線で5番のローがあるって言って、5ローの軸を追いながら、5芯を決め打って、9偽を決め打ってるんですよ。その理由が、9番のグレー精査がほぼなかったからって言ってるんですけど、めっちゃ不当な理由だと思ってて、1周目からずっと不当な理由で殴ってるんですけど、1番って僕のこと。5番の発言で、1番って2周目良くなったから、1番のこと1周目めっちゃ叩いたのに、2周目良くなったからって理由なく上げてるんですよ。あんま1号ローローに見えないから。1号ローローだったらそのまま切り合った方がいいと思ってるから。だから5番って1番の評価集してると思っていて、1番が間抜けな村人だと思ってます。だから多分57ローローかな。自分目線思ってますね。3番さんはどこを占ったんですかね。うん。1白でしょ。でしょ。まあ5番言ってください。5番。3番さんに響くしかないと思うんですけど、5番の新要素って、あなた目線すらしてくれて、新規もやったからってことなのかな。それでやってるんだったら、マジやばいんで、普通に精査してください。1番のプレイヤーが発言します。ああ、俺占いはちょっと俺視点は視点つまんないから、ちょっとしんどいな。4番って申し訳ないんだけど、9番5番から手をつけて安定思考派分かったの。9番5番のね、決め打ちができないっていう人物だから、それは別に安定思考で霊能ローラーっていう発言もあるから別にいいと思うんだけど、だから9番の発言を聞いた時に9番の新要素を終えたか偽要素を終えたかって発言ぐらい残せると私は思ってたから、5番は霊能スライドして聞いてないかもしれないけど、9番の精査ぐらいはできたと私は思うんですよ。2番別に9番5番に狼を追ったわけじゃなくて、9番の狼あるよねって発言からだから、別に9号が新郎に見えるって発言で、別にどっちかに狼がいるって発言じゃなくて、9番が偽で狼の可能性があるって言ってるんだから、グレー詰めて9番を詰めるって思考は別に間違ってないと私は思ってるから、4番落としかなって思ってました。7番にちょっと違和感あったのが、1番2番比較したように黒濃度高いのは2番って発言があったけど、そこで5番2番を若干7番って見たでしょ。あれ見てなかった、見てなかったごめんね、俺の聞き間違いなんだけど、場合って2番って5番があの状況から新っていう1番3番から新評価を受けていて、5番が2番をめちゃめちゃ殺したいって発言で、5番2番がどうして見えたんだろうなって私ちょっと思っちゃったんですよ。だからできれば3番に7占い飛ばしてほしいかなって思ってるし、うん、6番のその根拠のない1番5番狼って今全然なくなっちゃったんだけど、一瞬終わっちゃったから、はい、だから6番さんがね、申し訳ないんだけど俺十分村だから、なんか狂人が村見つけた一番殺そうって思ってんじゃないかなちょっと思っちゃうんですよ。あの状況から4番って接続系なのに1番に来れる勇気が6番すげえなって私思ってるので、はい、かな、はい。7番の発言聞くけど、ちょっと5番決め打ちって言っちゃった以上は9番が若干偽目にも見えてるから、はい、今日は例の決め打ちです。2番のプレイヤーが発言します。俺はね、初日に結構4級のラインって見えたのよ。まず俺1が9叩いたの印象良かったの。俺も9その位置で出るの偽目って思ったから、まず1の印象がいいって思った。で、3が確か1釣り寄したよね。3が1を釣り寄して、4が2を釣り寄したんだよね。で、なんか3、2があるとかどうのこうの言って。だから、9ロー軸って多分4が一番濃かったと思うよね。俺が9のローがあるって言ってる時点で、だから、5が霊能なら、1じゃなくて4じゃないかなと思うんだよ。初日の釣り1。だからその辺で5の考察おかしいで、5って2行くって言って俺に入れてないの。なんでな。そこでちょっと迷ってんだよな。まあけど俺4球見えなかった。5番さんなんかね、これ多分ね、1って多分釣れなかったね。2、1陣形の9霊能確定すると占い両方1釣りをしてるから、1弾いて俺発言強いから多分釣られない。6と7白でしょ。8発言最後だから俺4ローは硬いと
思ったんだけど、5が2行こうとしたのが怪しかったか。まあちょっと発言聞いてどっちか行くわ。3番のプレイヤーが発言します。まあ9番投票しよう、9番行こうかなと思ってんだけど、そう、9番人外偽だと思うんだよな。違うかな、9番、まあ、いや、本当に9番4白出てて間違ってんだったら、もう、まあ、9いったとこで負けなんだけど、個人的には9いこうかなと思ってんで、5が1の評価主して、5が1の評価主してるようには見えないよね。まあ、いや、5番安定だけど、いや、9でいいと思うんだよね。まあ、個人的にはよ。はい。5番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、9殺してください。まあ、9のおかしい要素、5、7があるって話今してるんやけど、じゃあ5番って7に白を打っててさ、芯が高いって言われてる中、わざわざ霊能スライドする必要ある？ないよね。はい。3番から芯をもぎ取れてる状況が5、7で、仮にじゃあ2日目3が黒占いで7に黒出したところで勝てるんよ。やる必要ないよね。5、7否定できるよね。5、2も否定できるよね。さあ9番さん、狼どこですかね。はい、と思ってます。2番殺そうと思った理由、2番が狂人に見えたからです。ただその後の6番の発言で6番の狂人もあるなと思ったから2投票どうしようかなと思っていたところ、4番接続切れや。あ、ちょうどええわ、4番殺そうと思いました。4番黒やと思ってたからこそ3番さんに4番占いを促しました。どうせやったら黒を見つけてほしいなと思ったからです。はい、もうそれだけです。って感じかな。あと何やろ、もう2番がなんかいろいろ言うてくるけど、別に4級って別に初週の発言やったら別に見えへんし、俺はね。ただ4番の単体おかしい要素は拾って4番に殴ってるよ、ちゃんと。単体で4番のおかしい要素拾って4番殴ってるよ。で、3老熟やった時に1、3あるんじゃないかって話ね。1番の9への殴りってそもそも違和感があるものだから不自然、もう不当なものだったからね、はっきり言って。まあそれだけなしだが2番がもう4番の黒見えないですか。いやだから4番は単体でおかしいよって俺はもう1周目も2周目も言ってるよ。どの発言聞いて2番でその発言して、いや俺発言強いとか言えんの。6番のプレイヤーが発言します。これね、ヘイト買うかもしんないけど、1番強人25狼だわ。あー、多分それ俺そう思うんだよね。1強2号狼かな、まあ、このロジック説明がないとどうしても戦えないっていう場合はまあ、なんだろう、言ってあげてもいいんだけど、多分そうやと思う。だからミスった俺、狼を一番で置いてたからおかしくなっちゃったな。だからこれはガチでミスったとは思ってるし、多分3番も俺の村を知って、かつ俺の視点詰めで一番占ってくれたんやと思うけど、そこは申し訳ない。で、5番って多分2番釣れないの分かってる状態での叩き、これライン切り、すなわちライン切り。で、4番黒、4番グレーがいない、グレーに、4番黒。もうあれね、強人に。アピール強靭に、これはね、濁ってきたな、濁ってきたな。どうやろうか。まあちょっとこれ、まあセオリーはね、そもそも4番に3日目を迎えるんやったら4番黒出して5番釣れば PP はないんだけど、攻めるんやったら9、ただ7番が1強2号が見えるっていうんやったらちょっと5番行こうか。7番のプレイヤーが発言します。1強2号狼、ごめん、俺1の発言内容でそんなに興味を終えてないっていうのが現状なんだけど、いや、あるのは、いや、一番、いや、気になったのは確かに2号狼って線ゼロじゃないんだよなっていうふうには、2番の発言から、なんで別に2番目線、あの5に違和、あのそこまで違和感を感じてるんだったら
強気に5を押せばいいじゃんっていう風に感じちゃったのが正直なところなんだよね。だってそれで、2目線別にピピなくないっていう風に思ったから、そこすんごい違和感は感じた。まあ、確かに9の新目ってもうほぼほぼないって言ってもいいぐらいだと思ってるよ俺。だから5を別に、ここで9を落として5を決め打ちして、明日俺目線はもう2を落とせば終わりだっていう風な思考になってるからね。だから現状、2の違和感ってまあそこぐらいだよなっていう。まあ、2の違和感、そこぐらい。うん、まあそんなもんか。まあ 2の黒要素たる部分って言えばそこって言えばいいのかな。俺目線の話はね。とりあえず今日9詰めればいいんじゃないですか。全プレイヤーの発言が終了しました。これからと、私が悪人ですって、もう怒りますよ。9かな、6、9が5。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは9番、9番。ああ、終わんねえやん。を発表してください。これ47か。いや、もうこれはね、まあ、日本が強靭じゃなかったら負けなんですけど、まあ、てかほぼ負けだと思ってるけど、この現状で、強靭が絶対グレーにいると思ってる。4番で落ちてないと思ってる。2番もめっちゃ強靭っぽいし、6番もめっちゃ強靭っぽいかな。4の黒を見てると主張してる5番を釣らないで9行くっていうのがありえないんですよ、村目線で。村がありえないこともしてて、もう陣外めっちゃウキウキだと思うんですけど。7釣りや、勝てないね、これね。うん、もうなんかだって速攻でやられてるもんね。47人狼か。2回村っつって。いや、これマジで村がやばいと思う。てか3番が一番やばいと思うな。号泣の決め打ちを訳のわからない理由でしてるから、俺も何も返せないもん、これは。うん。やばいな、これ。まあ、5、2、5、7、どれもあるんじゃないって感じかな。はい。もうこれはクソ、クソゲーでしたね。夜が更けました。俺柱していいか。勝ち確か。これ、47人狼は勝ち確か。俺、釣り。近くやろ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。3、5番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、どっちにしろローラーで、村の勝ちです、ローラーで。まあ、2位から殺します。で、それで正直終わると思ってます。2殺して終わると思ってます。はい。まあ、終わらんかっても7殺したらそれでしまいです。あ、これ6番がね、もう村で言ってるんやっていうのが分かっても、びっくりしてます、正直。はい。あ、そう。はい。お疲れです。6番のプレイヤーが発言します。いやだなぁ、これで2番強靭。あらぁ、まあやっぱそうなるよね、これ1。1強2号神よな。いやもうだって勝ち目ないもん、まあ、負けか。まあしゃあないわ。ああしゃあないわ。ごめんな、1強2号神やったわ。すま、もうちょい俺が発言力あればな。すま。7番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、あと、俺みさん、2度がなかったらこう詰めれば終わりじゃないっていう話になるんだけど、こう死んだと思ってたんだけど、終わんなかったらそれで GG です。以上。1番のプレイヤーが発言します。ねえ、2番よりはならんだと思うけどな、そうなった場合って、急遽の7、4ローとかじゃない？なかなか2番にクロノード持つ理由がわかんないから、2番、5番で見えた理由って、まあ、ライン切りって言ってたけど、
だったらって5番って1番に対して9番、だから対抗の9番に対してめちゃめちゃ言っていて、5番って1番に対して票いらない形で1番に対してよくわからないアグリをしてるって評価をしていて、2番って1番1番評価してるから、それで2周目に関して5番が2番を殺したいって表現でいく5番2番が見えるんだ7番さんって思っちゃうから、精査基準考えた2番7番の中では7番の方が黒かなって思ってるし、6強世界だった場合って4黒結果5番が落としていて、9番が4白結果落としていて、9番で終わっていないから6進って5の2世透けてるんですよ。だから強人指導すると私は思ってるから6番無駄だと私は思ってるんですよね。もうこんぐらいの状況わかるよね。9番落として終わんなかった場合って6番視点って5の進だった場合終わってるから、4黒9黒で、だから5番7番の線がなくなって6番無駄になってるから、俺7だと思うけどな。5番進9強7四ローとか、うん、9戦やっぱあんまり太鼓に対してのロー、まあね、2周目のどっちなんだろうって発言が偽っぽいなって思ったしさ、どう考えても5番手芯取りに来てる狼に私は見えると思うんですけど、まあ精査基準は人それぞれだからね、9番芯だったら本当申し訳ないなって思うけど、俺は7番だと思うけどな。2番そんな黒っぽくなくないって私思うけどな。2番のプレイヤーが発言します。ディオさん多分もう5、7人狼の時って、狂人って6しかないから、PP よ。いや、俺も6強だと思ってるから、負けだと思ってんだよね。あ、巣なんだ。いや、6が巣なら俺からつって勝ち確なのよ。だから俺柱したんだけど、それでも5がなんか俺に行くって言うけど、正直5番の2釣りを、初日に釣り押しおかしいし、1釣り押しおかしいからね。まず9出てきて1と2が9叩いてるから、しかも3が1釣りをしてて、5番さんも1釣りをしてるから、多分盤面的に1釣れんのよね。なら4ってなりそうなもんだけど、いや、俺釣り押しもなんかおかしいし、まあ、まあ一応7行くけど、6番さん村だったら7行って、あの5、7人狼があるからね。5、7人狼。あの5番さんの1の釣り押しの視点がおかしいから、だって5番さん目線9が対抗だったら、1って真っ先に9殴ってるから1釣りはないはずよ。それよりも4が2叩いてるから、俺は9を真っ先に狼あるって言ってるから、5目線が心霊があったら最初に4釣り寄すはずだから、6番が村だったら7行って。全プレイヤーの発言、私はただの石、私はただの石、私はただの石。終了しました。追放されるプレイヤーは、ゲーム終了。村人陣営の勝利です。2番さん、大丈夫？なんかよくその釣りをしたから、対抗釣りをしたから、なんか少し良くなるでしょうけど、ちゃうやんか。まず5目線って1よりも4だと思うけどね、9の。だから4の4が一番おかしいって話はしてるでしょ、1周目で。何を聞いてるの？一瞬も聞いて言ってなかった、5番。言ってない。だから、4がおかしい。とりあえず4はおかしい。で、てか、ま、そのおかしい理由が、一番はまずおかしなことを言って、そこ、いい、いい、いいって言ってきてるのがまずおかしい。だから、あなたたち全員おかしいよって話してるの。で、3がローをやったとき、1、3のラインはあるんじゃないかって話してるだけで、釣りをしてないよね、そもそも。いや、俺1、ジオさん1釣られたよね、5から。確か2白浮きして、なんか1釣りをしてた気がしたけどね、俺。2も頭おかしいって言ってんか、白浮きなんかしてるわけないでしょ。え？頭おかしい。俺のこと白浮きしてたよ。なんか、2、3には見えないから、2白浮きして、1怪しいですね。白浮きしたんじゃなくて、3ロージックで折った時に3の発言考えたら、2へ表回収して、1、3で繋がってる可能性の方が高いんじゃないかって話してるだけだから。一釣りをしてんじゃん。もうその発言だけじゃ切り取れたそうですね。いや、ぶっちゃけ立て続けにね、
連れてかれるのは超きつかったっす。いやー、俺も6が強めに見えたから、もう5、7にちょっと見えたから終わったかなと思ったけど。まあ、6番が強靭使用しなかったら安心でしたね。だから7番、5番、6番の胃を借りてる感じはちょっとあったんで、狼かなって思いました。ああ、で、そう、あの、途中で切っちゃったやつだったんですけど、1、2、あの、2、5が繋がるんじゃなくて、あの、なんだっけ、5、9、ローで、あの、考えた場合に、ヒット黒1が2になるよって言いたかったんですけど、途中で切っちゃって5、2で繋がって終わっちゃいました。あ、そう、すげえ気になったんだ。どこ行って言いたい話なのかなと思ったから。あの、さらに、あの、1番、2番って言って切っちゃったのは、1番、2番、もし仮にここがローローあった場合って、絶対、あの、1番、2番で同じ行動を取るって言ったら、あの、狼だったとしたら、あの、行動として弱すぎるから、1番、2番のローローはないよねっていう否定も入れたかったんですけど、で、それに1、2精査したときに、2番の方が黒目で上がるよねっていう話をしたかったんですよね。そうなんだ。いや、すげえ気になって、何言いたかったんだろうって、すげえ気になっただけだから、別に、ごめんね、7番さん、わざわざ回答してもらってありがとう。すいませんでした、本当に。1番さん、2番さん、5番さん、全部外してました。いや、6番さん、理由言わないから怖いよ。6番は本当にもう、土下座してくれって感じ、もう今から全部ロジック説明してよ、逆にも。いや、だってロジック、でもこれ1時間かかるから、4が一番黒かったよね。3人はちょっと追えなくない？まあ、5番さん、ただ単に占い借りてただけだからじゃないかな、その発言って。で、単純に3番をロジックで考えてバーって渡した上で、1番よりはっていう話だったんじゃないかと。あ、いやいや、4番の3人寄った視点。もう、でも、教授は教授アピールしてくるんだよね。ごめん、ちょっと俺、教授に見えたよね、きっと。見えたね、めちゃくちゃ。俺、6番さん、教授見えた。そうだよね。まあ。いや、だからね、俺最初3、6かなと思ったのよ。ああ、3、6、まあ、見えるよね、だと思ったけど、太鼓が釣り寄せてる、1を5も釣り寄せてるから、うわーってなってた時、5がスライドして。6番さん、2周目の発言、自分の覚えてる6番さんの発言。何でしたっけ？7番、4番は俺村だと思ってるって、どっちも人狼だからね。あの、1番さん、ちょっとそれ以上はやめてもらっていいですか？いや、ほんと怖かった。ほんとに怖かった。狂人かと思っちゃった。で、俺が狂人だとしたら100点のこと言ってるよね。あ、そっかそっか。あの、人狼はお互い9にすり寄ってんだよね。結構。ああ、なるほど。うん。いや、7番はすり寄ってないよ。7番もなんか9を擁護してなかったっけ？いや、してなかった。してなかった。7番の勝ち筋って、7番の勝ち筋って、でも5番は釣るしかないのに、5にすり寄ってるから、なんか、うん、勝ち目ないなっていう感じだったけど、9からした。あれは勝ちない。7番はあれよね、もう僕は占い師をしてた段階からもう5にすり寄ってるから、どうしようもないんちゃう。まあそうか、7から釣り入らないと勝てないパターンなんだ、これ。うん、4打席を切り合ったからね。そう、5釣り寄せないと。そうね、さっきの場合で言うんだったら7番差は9番差を完全に潰しにかかってて、後藤さんの評価だったら確実に3番差を潰しにかかってる評価をしてるのは7番差ですげえ早計だなと思ったかなっていうのが1周目の感じかな。まあ今7番差いないけど。はい、ありがとうございました。アインストールしていきます。ありがとうございました。お疲れさ